勝負の行方はこの二組に委ねられた。負けたらマジ殺すぞ。怪我が痛くて戦えねえ、そんな玉じゃねえよな。行くぞ。来なさい。私に挽回のチャンスをくれるっていうのね。だから負けられないわ、あなたにも誰にもね。攻防一体、すごい戦いだ。頑張れ頑張れ白猫の娘、応援するぞ。そろそろ決着つけてあげるわ。ニュニでプニプニ。能力は崩壊。併設の我々のマンションですね。まさか。おっと、ただならぬ動揺の仕方ですね。僕の妹が熱で寝ている。お見舞いも兼ねて、あゆみちゃんが本当に能力者になってしまったのかを探ってみましょう。待て、全員で来る気か。あゆみはユサのファン、こいつを連れていけばあゆみも喜ぶに違いない。キリンってああやって寝るんだ。そうなんです。ってキリンがいるんですか。怪我人が出たので至急救急車をお願いします。ではこの3人で放課後お見舞いに行きましょう。この部屋だ。あいつは今熱で寝込んでいる。あまり興奮させてはいけない。少なくとも鼻血が出る。お、では変装用マスクをつけておきますね。こんにちは。お邪魔します。というかしてます。待て、呼んでもいないのに。もしかして今はお兄ちゃんの彼女だったり。違う。ナマステ。で、ゆっさっきふぅ。ああはい、止まりました。ゆっさっきふぅ。生ユサリン殿、驚いたのです。飲め飲め。ちょっと、もう出来上がっちゃったの？このナピータ120度。注意さん、飲んでないじゃない。ほらほら。貴様、そもそもなぜ俺がこんなくだらんことを。300年待て、いずれ俺たちが帰ったら。いずれ俺たちが帰ったら。なんだっけ。すげえ。はいはい、あんたたち残さず飲めよ。ほーら飲め飲め。なぜ私が子供。あ、痛い痛い、ひなちゃん。ねえ、何するのひなちゃん。おいジジイ。お、ごめん。教えてくれ、ナナさん。ブラの外し方が、外し方がわからない。落ち着いて、リヒト。私が守れ。大つまみがない。作ればいいじゃないっすか。キッチン貸してくれたら。じゃあ私も動物。え、ひなはいいから。豆腐のあんかけにもやしのナムル、ささみときゅうりの甘添えです。りんちゃん、いいお嫁さんになるわ。おや、どうした。メガ、私は我慢のしすぎなんでしょ。殺すぞ。ブラのホックってわかる。殺すぞ。やぶみってことは。二人三脚の練習に付き合ってちょうだい。ペルシアより。犬塚くん、
待ってるよ。うるせえ。おはよう。よく眠れたかしら。ポニテに似合ってると思って。そう。やばい、心臓が持たねえ。できた。こんな感じで大丈夫かしら。こうしましょう。私の水泳部かなりの弱、差し支えなければぜひお願いしたいのだけど。それより、なんでもや、ダーリンまでいるの？一条くんにはまた別に頼みたいことがあってね。ま、そちらはおいおい。ルリちゃん、なんで私が選手登録されてるの？あれ、一条くん？小野寺、水着姿もやっぱ可愛い。何ジロジロ見てる、キモい。何すんだよ、うっさいこの変態。ところで二人は昨日あの蔵で何をやってたの？あれはうちの門のいたずらで。事故なんだとさ。あ、私のために。というわけで、これから小野寺に泳ぎ方の指導をする一条と。一条くんに教えてもらうのか、ちょっと緊張するな。それじゃあまず私が簡単にお手本を見せるから。ノア、見てた？なんか掴めた？とにかく小野寺は全然泳げないんだろ。まずは基本の基本から行こうぜ。おお、小野寺が近い。絶対離さないでね。ああ、小野寺。すまん小野寺。こっちこそうまくできなくて。いや、俺は全然。頑張る。なのかな、呼びに欲しいわ。連帯責任？僕が犯人だ！何を言い出すんだ、リヒト。犠牲が必要なんだ。そうすれば連帯責任を免れる、みんなを助けられる。リヒト、お前ってやつは。いいんだ、分かってくれたか。邪魔な時風を抑え、ラブレター作戦でアラン隊員も遠ざけたというのに。まだかしら。ダメだ、女の子たちが僕を待ってる。ゴーゼーハム。ありがとう、ペル君。ノレを戻しておいてくれる？はいはい。痩せろ。この人こういうのに全然免疫ないんすから。集めようよ。今は何を狙ってる？そりゃドラゴン、私とノルだったら怖いものなしだよ。僕たちには頼れる人がいる。それってここだよ。はあ、何なのよあんた。ん？いい加減にして、ローラ。落ち着くんだ、このこいつ。こいつを殴らないと気が済まないのよ。そういうことではなくって。ふざけないで。受付嬢さんのノルマ表。冒険者の横取りはしないのが暗黙のルールなのだが、サラは冒険者を誘惑して。その証拠は？証拠はないけど。そんなに悔しいなら一度くらい私に勝って。二度と冒険者の横取りはしないで。私が勝ったらノーラさんが担当している冒険者を一人いただくわ。え？あなたはオーディンの期待のルーキー。鑑定官で。
ねえ、変なこと考えてはいないか。ああ、悪い悪い、遅れたわ。やっと来たわね。違います、人違いです。人違いなわけないでしょ。いえ、人違いです。そんなわけ。まあ、そりゃそうだな、仕事だしな。なんなのあいつ。あいつが監督するんでしょ。うん、胃に穴が開きそう。はあ、やっぱりルミアの体は気持ちいいな。肌が白くて綺麗できめ細かくて、なんか順調に育ってるわね。私のはなぜか栄養がいかないからな。ったく、なんで錬金術ってのは着替える必要が。あ、この光景を目に焼き付けた。いつかの夢。